だからその西洋四大、フォーエレメンツっていうのが関係あるよね。で、それはまあ、職人分類って言いましたけど、まあ、鳥の分類。じゃあ、爬虫類の分類は、恐竜か。恐竜の分類は3かなって。竜か、恐竜って言うんやね。竜の分類が3。鳥の分類が4。哺乳類の分類が5。6になって初めて、霊長類に突入やったかな。なんかそんなんかな。で、まあ、道具。人間の使う道具とかはもう7以降の世界。で、7が最初の道具の概念。じゃ道具ってのはそもそも7つのポイントを持ってる。だからフリーメイソンの考え方なんですって。まあ、四尺ね、北斗七星とかね、そういう意味で、じゃあさっきの擬音のね、4つの E もね、で、広域系と呼ばれるようなね、暴力団も、もっかずもね、まあそうです。合ってる？1、2、3、4、4つあるでしょ。で、5つ目は山口組だけど、なんたら組になってる。それがなんたら会になってるでしょ。で、カルト宗教もだから4。四天王みたいな言い方あるやけど、揃ったよね。で、若者系のヤング生徒。まあ4種類あるはずや。まあ大阪維新は有名やけど。で、河村隆さんとかね、とかね、原料にも。それから、令和新選。そして N 党まで、まあ、割と揃ってた。で、それは参政党などはね、あとアルカリ党はまだないみたいですね。知らないけど、あるかもしれないね。で、じゃカルトはね、だから、まあ、オウム真理教で、統一教会もそうだよね、オンリー。あと、なんだ？よくわからんけど。知らんね、あんまり。興味ないね、実は。ごめんなさい。だから、ね、それがそれぞれね、西洋次第に対応してんのかな、現象として対応してんのか、わざと仕掛けてる可能性はなきにしもあらずよね。そういったところはね、ちょっと小耳に挟んだりするけどね、そやけど、そもそも4種類のカルト用意はね、なんだけど、大川、創価学会入れるんかな、わかんない。やっぱり、ごめんなさい。論 であったんだ。